はい、皆さんこんにちは。前回お話しした通り、日本の伝統的な道具を紹介するシリーズをこれからやっていこうと思っています。前回この弦能についてはやりました。で、第2回目何をやろうかと考えたんですが、使い方が難しいものを最初からやってしまうよりも、簡単に使えてものすごく役に立つ道具を紹介しようと思います。これ毛引きまたは毛引きですね。この毛引きの漢字毛引きを日本語の漢字で書いたときにいろんな書き方があるので、ちょっとそれは、画面に字幕として出しておきますね。あとこの呼び方も毛引きっていう場合もあるし、毛引き、どちらも正解です。大工道具に関しては使う人によって呼び方が微妙に違ってくるのは常識なんですよね。ですからそれが間違っているっていうものではなく、一般的に使われている言葉がもうそれが正当な呼び名になっていきます。これは毛引きとか毛引き、どちらも正当な呼び方だと思います。こういう刃ですね、こういうカッターの刃のような鋭利な刃がついている、これ割り毛引きって言います。これ筋毛引きっていう場合もありますね。筋を引くっていう意味で筋毛引き。さっきですね、この毛引きを割り毛引きっていうふうに言ったんですけど、厳密には割り毛引きはもうちょっとだけ形状が違うようです。割り毛引きはこういうものだっていう定義が、この毛引きの形状がですねっていうのがね、あんまりはっきりはしないんですけれども、ネットで調べると、割り毛引きはまずこの刃をもうちょっとたくさん出していると、それとここを切り替えてやって、こう木材の角にこう乗せながら切るような形状ですね。あとここが少しえぐれて持ちやすくなってましたね。まあそういうものを割り毛引きっていうふうに定義するなら、それが割り毛引きで、これは筋毛引きといった方が正しいのかもしれません。まあこれ全部含めて毛引きでいいと思うんですけど、一応正確にお伝えしようと思ってちょっと調べました。この刃の形状がこういうの、これ釜毛引きです。釜毛引きですね。で、二丁毛引きっていうのがありまして、この釜毛引きなんかで、この刃がね2本出てくるやつがあるんですね。ここから2本で、2本いっぺんに線が引けるっていう毛引きがあります。で、1本でももちろん引けるんですけど、2本引きたい、いっぺんに引きたいっていうこと時は、それがそういう使い方ができます。あれはね、私も欲しいですね。このネジを緩めて、ここが稼働するようになっているので、ここの寸法を、この距離を測って、でネジで締めて、これが動かなくなります。私はこういう持ち方します。人差し指と中指で挟んで、こういう持ち方で、ここの面を木材のこの横の面にぴったり当てて、でまっすぐこう引きます。
で、この形状の刃の場合、引いて使います。で、押しては使いませんので、必ず引いて使います。こちらの刃は前後に動かせるんで、押しても使えます。押しても引いても両方。この割り毛引きの場合、こういう薄板を、このぐらいの薄い板だったら、少し力を入れてこう引くことで、裏表ね、こう引くことでこう割れますね。で、使う時の注意点ですね、ちょっとしたことなんですけど、この木目を見た時に、これ木目が今こういう斜めにこう入ってるんですね。で、これをこっちからこういう向きに引いていくと、木目に沿ってこっちへ逃げます。逃げることがあります。こうつるっとこうで、まっすぐ線が引けないんですね。で、これ逆の木目、こういう斜めの場合は、こちら側へ逃げることはできないので、この場合はよほど線が歪んでしまうことはありません。まっすぐ引けます。歪みやすい方向で線を引かなければならないっていう場合は、最初は軽く表面をなぞるぐらいで筋をつけます。で、まあこれで十分見えるんだったらいいんですけど、もうちょっと深く線をつけたいなという時は、その上からもう一回引いて、少し太めの線に、分かりやすい線にします。これは私のやり方なんですけど、寸法をこう決めて、こう決めてこう測ってですね、で、こうネジで固定するわけですけど、これが慣れないとなかなかぴったりとはいかないんですよね。で、私の場合はこのネジと反対の方向に親指を当てて、こういう持ち方してます。いろいろやったけど、これが一番やりやすいですね。で、親指でちょちょいちょいと動かすと微調整がしやすいんですよね。あと自分の目をこっち向きでこういうふうに見ると、ここの先端と物差しの目盛りが見やすいので、こうですね。で、これであと人差し指と親指でこう押さえながら、こんな感じでこう持ってやります。この刃のメンテナンスなんですけど、やっぱり刃物ですから、使っているうちにだんだん切れなくなるんですね。これ外して研ぐことができます。ただこんだけ小さい刃はね、非常に研ぐのが難しいです。こちらの毛引きもこう取り外して刃先を研ぎ直します。神話の定規なんですけど、これに付属品で別売りでもセット品でもあるんですけど、ここにここを通して、これは仮なんですけど、通してこうやって使うやつですね。ちょっとうまく説明できないんですけど、こうでここに、こっちだったかな、どっかネジがついてて固定して、で、こうここからの距離をこう取れるやつ、これもまあマーキングゲージで、毛引きと同じ、電車が来ちゃった、毛引きと同じ役目をするんですが、これで、これ私のイメージなんですけど、イメージというか、例えば
40ミリに決めて、で合わせてここに線を引くと、鉛筆で。そうするとその鉛筆の線分どうだろう 0.5 ミリぐらいこちら側に線がついてしまうんですよね。もうちょっと必ず誤差が出る。鉛筆の線をよっぽど鋭く削っていない限り、これで線を引くと多少もう本当に微妙な誤差が出るんですよね。でまあそのぐらいは木工ではあまり気にするほどではないとは思うんですけど、もっと厳密にきれいにやろうと思ったらやっぱり毛引きを使った方が正確ですよね。そんなに高いものでもないし非常に役に立つので、一つでも二つでも三つでも、この毛引きに関してはたくさん持ってても無駄になりませんので、非常におすすめな道具です。例えば複数持っているとこれは4センチの寸法を取っておいて、これは2センチの寸法で固定しておいて、で必ず例えばここにほぞを作ろうという場合、全部同じ寸法で墨出しするわけではないの でその時はこう1本引いて、でこっちは違う寸法でっていうふうに、でこれを別の場所でも同じように繰り返し使っていけるんですよね。でこれを一つの毛引きでやると一回一回2センチ4センチ2センチ4センチってこれを変えていかなきゃいけないので、寸法誤差が出てしまうんですよね。で一回固定したものは動かさない方が絶対に精度が高くなるので、これ複数持ちがおすすめですね。この毛引きなんですけど、ものすごく役に立ちます。これは本当にね、初心者の方でも一つは持っててもいいかなと思うんですよね。余るここに通るんですよね。